お疲れちゃんのスラットです。今日はですね、なんとマザーネイクロが強化されるみたいです。拍手ということで、今日はねこちらのマザーネイクロをねやっていこうと思います。どういうことかと言いますと、なんとね今シーズンあと2週間もあるんですよ。その2週間もあるんですけど、バランス調整が発表されました。やばいっす、運営さん早すぎますと、まあ、いうことなんですけど、まあ8枚ぐらいかな、バランス調整もされるらしいですね。マザーネイクロはもう強化されますよと。で、他にもウッドが下方とか、まあいろいろこう画像で、ね、出てると思うんですけど、まあこういった情報修正、下方修正、バランス調整もあって、まあなんで今回ね、そんな早いかっていうと、なんかまあある程度このバランス調整確定らしいんですけども、まあなんだろうな、他のバランス調整してほしいかとかを、こうクラロワのユーザーに聞いて、その意見をもとにちょっとこう今回ね、調整をしようみたいな、そうなってるらしいので、ぜひね、コメント欄に、他なんだろうな、ダークネクロ廃止した方がいいんじゃないですかとか、あのヒール復活させてみてはどうですかとか、イリババマジでやめてほしいです、8コスにしてくださいとか、まあ、まあやりすぎですよ今言ったのは。全部こう結構いろいろむちゃくちゃですけども、なんかこうねいい感じのダメージをこうしたらいいと思いますとか、具体的なのねあれば、もしかしてそういうね意見が通るかもしれないので、ぜひねあのコメント欄とかにお願いします。はい、ということで、まあまたなんかバランス調整の動画はね、まあバランス調整来てからかな、僕はそう具体的に出せたら、いろいろやりながらね出したらなと思うので、まあ今日はね、まあ、現環境強い、そして来シーズンも強いだろうマザネクロイやっていきたいと思います。まあ単純にマザネクがね強化されるっていうのはまあ嬉しいかな。僕はマザネクまあ好きなので、めちゃくちゃめちゃまあというかまあめっちゃ好きだね。はい、普通に大会でも愛用するぐらい結構好きで、使ってて、ちょっと前にね、まあ皆さんも知ってる方もいると思うんですけど、マザネクのぶっ壊れ時代があったりわけですよ。そう、もう強すぎて、マザーネクロに対処するファイヤーボールですね。まあマザネクのメタカードがファイボーなんで、ファイボーを入れなきゃもうマザネクには勝てない。マザネクデッキが強すぎる対処必須みたいな事態があったんですよね。もう壊れですよ。なんかやばいとかじゃないですよね。もうやばすぎるというか、もうなんだ、キモいなんですよね、もう。いい意味でね。強すぎて、そうだったなっていう、いい意味ですよ。そう、本当にそういう時代もあったので、もしかしたら今回そういう時代になるんじゃないかっていう、ちょっとこう、恐怖と言いますか。ね、なんか楽しみであるんですけど、強すぎるんじゃないかなっていう思いもまあありながらの、今日マザネクロイですね。で、この中の、カードで、他バランスとしてあるのが、まあ、スケルトンキング。スキルが最大20体出るんですよね、ユニットが。まあ、それが18体になるよと。スケルトンの出る数が、まあ、2体ぐらい減るよと。まあ、こんな知るかっていう。誤差ですよ、誤差。ぶっちゃけね。誰も気にせん、2体なんか。ね。なんかもう、それなら、難しいですけどね。スキル、なんとか HP 減らすとか、あるんじゃないかなとか、まあ、思いながらも、まあ、そういうことからね。はい、調整があります。で、あとはウッドのノックバックが半減ですね。50% 減る。ので、ウッドで、やっぱホグとかロイフグとかが結構下がってたと思うんですけど、まあ、あれの下がり具合が、まあ、ちょっとだけになるっていうね。一瞬、ガンピコンって下がるだけみたいな。そうだ、これ意外とでかい、デカめのなんか修正なのかな、みたいな思いながらも、さあ、今回相手はスケラフリーズで、これはもう、おめでとうございます。マザネクの豚に当選しました。これはもう僕の勝ち、みたいなとこありますよね。いや、でもめっちゃいいボーラーっていうか、ボーラー強。え？もう、めっちゃ豚強いんだけど。ちょ、これ頑張ってほしいな、もうちょっとユニットに。でも今回相手、ちょっと早めの、若い振り、若いファイボ。若さのファイヤーボールを見せていく。あー、これ絶対延命できた絶対延命できた。まあ、でも今回これ、ロイをどうやって守るんだよなと。教えてほしい。いや、いいさあ、でもこれ、しかも、あんなこのボーラーをキングとできるかもしれない。あ、とりあえず使った。いや、待てよ。いや、これマジで、ボーラー金起動したい。とどめの、カッサミには、ちゃっちゃ金起動すると熱いよねっていうのを、で、ここで相手はフリーズをしてくるので、ロイを言ってあげて、結局しかも、キング起動が、できない。スケキン何やってんねん、お前。やばい。せっかくのいい攻めが。まあ、でも、マザネクね、バカ強いです。これ、強化前です。こっから強化されます。まあ、スケルトンラッシュにはもともと相性がいいみたいなところがあるんですけど、やばいよね。マザネクちゃん。
時代が来ちゃうよっていう。でちなみに玄関今日すでにマルチ世界5位ぐらいと、まあ5位だったと思うね、5位と、まあ、20何位ぐらいかな、そう世界上位でも使ってる人がいるっていうので、すでに強いです。はい、すでにマルチ上位で使われてます。でこれボーラー用にちょいトリトンで引っこ抜きたいですね、あの子。さあ引っこ抜いて、ええ感じのファイヤーボールをやりながらも、相手でもボーラーうまいなめっちゃ綺麗に守られてるんだけど、ちょ耐えてって感じかな。そうマルチ上位も使われてて、グラチャレではあるんですけど、現在使用率も1位です。使用率じゃない、勝率だ、勝率も1位です。はい、めっちゃ強いです。なんでもうなんだ、使わない理由がないぐらいめっちゃ強いです。はい、そうなのでめっちゃおすすめだよっていうので、皆さんぜひ使ってね。さあこのアチャクの方がうまいね、やばい。でもこのスケルトンラッシュはマジで、ママがごめんな、こいつは犯罪、ガチで犯罪。お、思って、遊ぶか、キャッチボール、あーキャッチボールないといなくなっちゃった。まあでもこれはこんな感じで両サイズ攻めがね、やっぱいい味出すですからね、クラロワって。なんか打っとくよこれ、一応ね。いやタワーに当てとけばよかったな。なんかマズネクのブーでさあ、いやこれはもうマジで本当にただの相性です。100ゼロですね、マジで。マザネク相手はやっぱ処理できないので、まあね、どうやって負けるのっていう話なんで、僕は逆に勝って当たり前の試合でしたね。さあということで、もう完全にママゲーでしたね。もうこれからはよ、もう相手もしかしたらママ持ってるかもしれないっていう、いやマザネクいるかもなと思いながらね、戦わないといけませんから、それはねやっぱ意識しとかないとね。スケラ打ってコウモリ出して、あマザネク来たわ、やべ終わったっていうのは多分あると思うんでね、常にマザネク警戒は必須かなと。そうなんで、まあマザネク対策ってなったら、まあ基本的にはファイボですけども、まあ最近だとね、あれこれ話したっけ、もしかしてさっき話してるかもしれない、2周目だったらマジで本当に、あでもこれですよ、ただの脳死スケラをしばきます。でここにポイズンとか打ったら、その間にね、あんたまあ墓石でいい感じに守れるかもしれないんですけどね。おー、めっちゃ入るやん。ちさあポイズン打つ瞬間なので、こんだけダメージが入りますね。だからマザネク警戒をしてない人たちはね、今後もうマジで積みますよ。そう、あだからヤナメザップとかか、ヤナメウッドとか、まあ、ヤナメウッドはないかあんまね、ヤナメユキとかウッドとかね、一応小型2枚でも対応できるので処理できるんでね、カマーファイボですよね。じゃないと、もうマザネク引いた瞬間もうマジきつくなっちゃうんでね。そう、マザネクに怯えながらクララをやんないといけなくなっちゃうよみんな。さあまあそんなわけでね、マザネクどんぐらい早いんだろうっていう、まあ環境とかもあると思うんですけども、ダクネが強化とかあると、おじゃんラッキーやんマザネクちゃんねってなっちゃうので、ちょうどね都合がいい。そう、まあそういうとこもあり、マザネクは普通に強そうのファイボで芝居ていく。ウッドも使って、なんで当たってないんだ。さあまあここは相手ポイズンだったかな、さすがに耐えれるはず、フリーズとかじゃないんだね。ああいいね、よし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 、まあ、これがまたファイブだったらね、ちょっといろいろ嫌だったかなみたいになるかもしれないですけど、さあまあ結論でもくしゃみが久々に出たな。さあ迫撃、これはもうねどうしようかな、僕完全攻めるサイドでね、左なんですけどね、まあ無理に攻める必要はない、まあでマザネク持ってるんでね、僕出してればいいだけなんでね。さあファイブ打つ、まあベビドラがねこんな感じでちょっと厄介、まあでも言うて耐えればみたいな、よいしょからの一旦ソウルコール、ああ発動できなかった、まあコスト返ってくるですね。なんか相手組み方うまいっすね。まあここは許容してあげて、攻めます。
基金が壊れるタイミングぐらいで行こう。いや、これは結構いい。いやー、着衣強っ。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい、マズレク持ってんのに負けちまうね。これマジで相手めっちゃうまい。まあ、マグマだ。前一回一緒のチームで世界一取ったわ。マグマずっとベンチだったけど。よいしょ。さあ、バルキリー。いや、まあ、どうせ。まあ、迫撃かてえな。ロイジャイメタの迫撃法ね。いや、こうなると、ガチでダメージ通らないんで、呪文削りもちょっとだけね、視野に入れていきながら。さあ攻める。やっぱ相手に攻めさせたくないっすよね。よいしょ。うん、いやー硬すぎる。いや、ワンチャン一発でかー、でかすぎの、うますぎな。ポイズンで負けそうになってたね。まあでもこれがまだね、まあまあ下方強化前です。はい、こっからさらに衝撃ですね。最初スケ殴るまでの速度、あと殴ってから次殴るまでの速度も上がるので、もうブタ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 で全員ブタにしていくんでね、スケランダメージ多分もうちょっとね抑えれると思いやす。さあ、まあナイス勝利ですね。てか、まあ相手がうまいですね。なんかやっぱマザネクに対して、まあ、もしスケラでねマザネクを引きましたと、でファイボだったら、まあマザネクにファイボ打ってたけとか、矢の雨雪弾打ってたけとかあると思うんですけど、今みたいに相手みたいにポイズンだった時の対マザニクエは、あんな感じで、まあ、スケラポイズン打って、もう、あと、その後は全部防衛のコストに使うみたいな。スケラポイズンでしっかりマザニクを処理しつつ、まあ、カウンターで来る豚を、まああれですよね。なんだろう、低めのボーラーとかムートとかザッピーとか何でもいいですけど、低めでしっかり受けるっていう、攻めすぎないっていうか、まあ、4コス、ん ?8 コスでもうスケラポイズン全部使っちゃうとガチやばいんで、基本的にはちゃんと守れる状態を作っとかないといけないですよね。だからこういうのはもう僕らしたら美味しいと。さあ、ブー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 チャンスってか、スケルトンらしい。おガチで多くない？やばいよね。たまたまね、これアイスイーズを引っこ抜きたいトリトンですね。まあ、引っこ抜いたのは勇敢なる海の戦士。ないと。いや、待って、頑張れ、頑張れ。あー、そこで頑張れねえんだよな、あの、釣り野郎。釣ってるだけのやつだよ。さあ、まあでも、全然いい、全然いい。これだって、スケキンザッピー組むだけで、相手ナイト使ってるんで、この、スケキン抜きがきついんですよね。いやー、あー、棒っぽいっすね。まあこれは冷静ですね。で、これにコスト使うからこその、僕は落ち着いてロイジェイからの、墓石に対してのウッドのコストを貯めてからのサーシュマイロですね。まあ、あいつからの墓石かな。めり込み？ナイトだったらまあ、ステイでいいか。さあさあ、ということで、もうマザネクなだけでめちゃくちゃ相性取れる。やばいよね。マザネク持ってたらスケライン出してもぶっちぎりほぼ勝ちみたいなもんすからね。さあ。で、落ち着いてケツスケキン。ザザッピー。まあ、このザッピーはもし高めの方がベビードラが危ないんでね。まあ、言うてか。うわ、すごい。え？男すぎんそれ。ね、男の。まあ、タルババで、みたいな。まあ、マザネクのやっぱ HP がちょっとだけ、ちょっとだけやっぱ寂しく感じちゃうね。いやー、これ勝ち筋は結論かなー。まあそうっすね、ポイズン削りしてくるっすね。さあ、このベビーのダメージ痛いけど、
まあこれはもうしょうがないですね。許すしかないですね。一旦出して、あれウッドでしばきたいね。あれファイブウッド全部打ってトリトンでナイト引っ張ってソウルコール、もう一応使っとこう。これ使っとくだけで結構良さそう。いやブーのスケがいい。よしよし、さあトリノも使ってくれる。いや流れとしては悪くないですね。そう、こんな感じでね、基本的にロイジェイスケキン、まあロイジェイキョスケでもなんですけど、両サイ攻めっすね。いやー、右か左か悩むけど、これは熱い。タイミングかぶりで、アイウズにファイボで、ボス的にはウッド打つだけ。シンプル。で、まあトリネ来るかな。ナイト引っ張ってほしい。よしよしよし。いやー、いいね。で、これはもう相手ね、打てませんから。打ってもブーになるだけなんでね。いやー、マジでね、せこいなマザネク。ガチせこです。サプラも相手ね、攻めたそうにしてるんで、しっかりね、しばいてあげて。おーい。いい警戒でしたね、僕のこれ。さ、もうこれでも息得じゃね？なんか暇なんでソウルコールして、暇なんではヤンキーかな。しっかりファイブ打っとくのが、おーおー、一発でかいな。マザネクいるからね、ぶっちゃけ。よいしょ。で、相手もマザネクしっかり警戒したね、位置のポイズンですけども、まあこれはもうファイブ圏内と。いやー、にっこり GG です。まあ、これは、まあ、現環境だから相手はポイズンなわけであって、来シーズンから多分スクラムみんなファイブにしなきゃ、さらにこれマザネク強くなってるんで、スキャラ扱いの方は覚悟しておいた方がいいかもっすね。結構厳しい環境がね、来るかもしれません。ほい、俺やないかーい。さあマジで、あれちょっとやばい。スキャラしか、スキャラ引いてるだけやんの人になってるね。いやでもマジスキャラがね、多いのよ。そう、まあそれだけ強いってことっすよね。そうだ、あとインフェもね、多いですね。多分これ、インフェかつザッピー固まっちゃった。ゴルナイ来ちゃった。ゴルナイのバレルは、知らん。あんま見ないけど、これは、まあまあまあ届くんじゃない？あー、いや、冷静にこれは好き気にいっか。かインフェだった場合に、インフェを突破できないんですよ、このデッキって。ロイジャイでね。ファイアボなんで。ライトニングだったら別に打つだけなんですけど、そう、もしインフェだった時に、基本的にロイは、まあ、2倍タイムまでは出さないでいいですね。出しても通らないので。そう。え？ダカブリ強？ちょっと待って。やばいやばい。痛すぎ。ちょっと待って。ムート近いね、君。こんにちは。お隣さんだ。そう、もしインフェとかだったら、もうスケキンのソウルコールで攻めます。はい。スケキンソウルコールで、まあ、インフェ使う、スケキンにインフェ使わせたところをロイで攻めるよ。もうそれしかないですね。うん、だからとりあえずロイを出せばいいってほどでもなく、スケキンで形を組む。いやー、これめんどくさいなぁ。世界大会なんか見た人かの限定スタンプだ。俺も持ってる。かわいいやつだ。いやー、ゴルライがね、ちょっとだけめんどくさいなぁ。なんでゴルナイがいるんだ、枯渇に。ね。さあ、あのゴルナイ受ける必要があるのかな、俺は。一応受けとくか。さあ、トリトンがダメージ稼いでいく。まあ、スキルでもよかったのかな、まあまあまあ。いや、今回ちょっとね、難しいというか、なんか、どうしようってなってるっすね。いやでもめっちゃいい。すべて受けてる。天才的な防衛してるやついる。はーい。僕でーす。で、これはカウンターで言ってるだけでしょ。で、あ、ムートに当たらな。マジで天才的下手な。ファイブしてる。マジで、あ、で、ゴルナイのスキルか。でも、ハミ出すぎー。え、やばい。ガチでいかつい。俺そこまで別に求めてないのに。で、これは、ムートをね、気持ち許容してもいいな。さあ、で、しっかり受けて、だから負け筋は、
なんかね、やっぱ事故ることなんですよ。事故んなければ負けないので、少々のダメージはいいので、もう許容してね、なんか相手これはミスったのかな？可愛らしい、端前アウトローが。さあ、もうこれはもう無理ですね。何もともにいません。オッケー。まあ、マザネくん。わ、あんま刺さんだこともない。刺さってはいるな。ナイス、豚だ。枯渇とかにもやっぱ強いんでね。ファイボでやっぱインフェとか突破できないのを、マザネくんの豚とかスケキンのスキルで補っていくって感じですね。そうなんです。よろしくね。ママスタンプを用意しなきゃよ。マザネくんのためによ。持ってんのか。あ、まあ、めくる量多すぎ。これだ。さあ、ゴルナイ。あの、マザネクの天敵はもしかしたら、ゴルナイかもしんないね。まあまあまあ。さあ、ドリルかな、流行りの。マザネクの。マザネクじゃない、マジアチエリキの。ぽい気がする。え、すごい。30しか、もしかして。でもこの形組んでるだけで相手めっちゃきつそうじゃない？もしかして。これでグッドゲームっていうさ、面白い話あるかな？ザップ使ったよ。あー、これグッドゲームっす。マジで。これ終わりっすよ。だってエリバも咲いてて、なんもないっすよ。ガチでなんもない。終わってる。いやー、強っ！スケキン、トリトン、マザネクで組んだだけです。はい。いやー、マザネクいいなー。マジ、陸系になるからね。で、ゴーストは、これ、キンキと覚えててください。逆サイドのもう一個逆です。もう一個奥。に出すとできます。まあ、内側の、なんかめっちゃ特殊な位置もあるんですけど。あ、え？なんで？なんで？いや、これマジできるんですよ。それは、できなかったのは、多分、ミリ、ゴーストの HP が削れてたからっすね。さあ、で、30とかに出したらもう低めですね。低め、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 全強ですね。無茶だけはしないですね。はい。ダメージ受けていいから、ユニットを残すように戦っていきますと。うん。ああ、いや、こういうことしてると、まあ、いいっすけど、突破できないっすよね。さすがに。まあ、ザップだったっけ？よいしょ。いやー、強い。トリトンも強い。何でも強い。これだったらもうね、ピューンとか行きながら行かない。エリババね。僕左1100あれ、もう多分ロイダ、エリババいないサイクルでロイダスか、まあスケキンのスキルでぐっちゃぐちゃにしながらロイダスせば多分ダメージ通るんで、もうこっからなんか一生これですね。まあ多分さすがに走ってくる。うん。まあ、走り得だよね。ファイブって、ああ、今の痛えな。スキル使えなかったの。まあ、ミラーだからちょっとね、何があるか分かんないけど。基本的にこの、後ろ出し無限やっとくと、スケキンで形組んで、絶対ってのがきついと思うから。よいしょ。これですね。これするだけみたいな。さあ、ファイブ打って、もう打っても打ってもいいけど、みたいな。あ、それこれ使い得っすね。さあ、で、ここでロイですね。そしたら相手のエリババなので、マジでエリババはね、これ引っ張っても、小物にぐっちゃぐちゃにされて、ブータになって、みたいな、もう、えい、強いねんな。マジ、陸にめっちゃ強いねんな。いや、そう、マザネクね、大暴走、来ます。楽しみです。ということで、まあ、皆さんもね、まあ、マザネク入りのデッキっていうのは、まあ、意外と限られちゃうかもしれないね。そう、ロイか、まあ、入れようと思えば別にジャイにもゴリにも、まあ、何にでも入れれるっちゃ入れるっすけど、まあ、ある程度かけれるかもしれないっすけど、マジ強いのでね、ぜひ、マザネクね、皆さんも、来シーズン向けて準備していきましょう。ということで、よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。